皆さんこんにちは、つむじんです。ということで、先日文川さんと初めてのコラボに行ってまいりました。今ねちょっとコラボ動画編集してるんですけれども、想像以上にあのクーラーの音が入ってしまってて、文川さんファンには本当に申し訳ない音声になってしまったなと思って、ちょっと反省していたところです。新たなマイクを導入せねばかなとか、ちょっといろいろ考えていたんですが、その文川さんコラボの際にこちら可愛らしいお土産をいただきました。文川さんありがとうございます。すごくね可愛らしいマステつけてくださってて、つむじんさんということでお名前書いてもらってますね。いやなんか開けるのもったいないなと思いつつも、ちょっとね開けさせていただきたいなと思います。すごい幅広のめちゃくちゃ美味しそうなサンドイッチのマステですね。あ、なんかお菓子が入ってる。これは、あ、北斗星がありがとうございます。すごく美味しそうなひよこのピナンシェかわいいと、これはポンカン、あ、入浴剤だ。ありがとうございます。使わせていただきます。それとかっこいい北斗星のトラベラーズファクトリーのシールですね。いや北斗星大好きなんでめちゃくちゃ嬉しい。いやちょっとこれ飾ってから使わせていただきたいなと思います。ありがとうございます。嬉しいです。いただいちゃおうかな。ひよこのピナンシェ、これは、あ、九州限定って書いてある。そうだ、文川さん九州行かれたって言ってたから、あらかわいい。いただきます。おいしい。いやーフィナンシェがめちゃくちゃ美味しい。幸せー、ありがとうございます。そしてあと少し前にあった文具友達のみのぽんからもお土産をもらいました。なんかねぜひ読んでねっていう本だったんで、せっかくなので一緒に開けさせていただきたいと思います。マルゼンさんの包装紙がめちゃくちゃかっこいい。これは、お、これは多分性欲って読むのかな。待望の文庫化、女子大生の八重子が一つの秘密を抱える契約社員夏樹かな。ある事故死をきっかけにそれぞれの人生が重なり始める。だがそのつながりは多様性を尊重する時代にとってひどく不都合なものだった。読む前の自分には戻れない気迫の長編小説ということで読ませてもらいます。いやなんか読み応えがありそう。で、文川さんとコラボした際に購入してきたリフィルたちとミノコンと久しぶりに会った時にちょびっと購入品があるので、こちらもご紹介していきたいなと思います。まずはプロッターのマンスリースケジュールですね。そう、あの M5 のブライドルさんにマンスリー入れたいなと思ってて、せっかくだったらねやっぱりプロッターのマンスリーを入れたかったんで初めて購入してみました。めちゃくちゃ可愛いですね M5 のマンスリーって。あ、こんな感じで年間カレンダー入ってて、こちらもなんだろう、年間でリストが入ってますね。へえ。月刊マンスリー、小さいけど見やすいし書きやすそうですかね。ちょっとね早速セットアップしたいと思います。あとこんな感じで書くよっていうお手本みたいのが入ってて、どこら辺に入れようかな。そのコラボの時にもね話してたんですけど、私がねニベアを頻繁に塗るもんで若干経年変化進んじゃってるんですよね。
ブルームがもうちょっとね白く浮き出てたんですけど、ちょっと進んじゃったねっていうことで、まあこれからねどんどん経年変化進んでいくと思うんで、私はねこのリングリフターっていうんですかね、こうカバーするやつも販売されてるんですけど、私はこのどれくらい柔らかするかなっていうのも楽しみにしてるんで、その保護するのは当てずにこのまま育てていきたいなと思って、こうやってあばらんとこねちょこちょこ触ってますね。めちゃくちゃ素敵だなと思って、でプロジェクトマネージャーもねちょっと早速デコってみたりとかして、にぎやかなプロッター手帳に今なってますね。ここに入れようかな。さて入るのか果たして入るのか。うんうん、あ、入る。リングは問題なくしまって厚みが、うん、ちょっとふっくらしてさらに可愛くなりますかね。わー、マンスリーこんな感じで入ってて、ちょっとページめくりづらくなったけど、まあ許容範囲内ですかね。あとでもうちょっとメモ帳を抜きましょうかね。うんうん、いやマンスリーが可愛い。ちゃんと祝日とかもしっかり記載されてますね。これは嬉しい。あ、嬉しいですね。メモページも後ろにちょこっとついてるんですね。メモページが後ろに3枚ぐらいついてて、あ、これ助かる。年齢早め表までついてる。へえ、ありがたい。こんな感じで、あ、でパーソナルデータですね。これちょっと書くかわからないけれども、あると安心ということで、さらにプロッターの M5 ブライドルさんがふくふくしていい感じなんじゃないかなと思いますね。いやーかわいいそうで、これとで、あとプロッターでね、そのずっと気になってたリフィルですね。プロッターの本体買う前からずっと気になっていたワールドマップ、面白いリフィルだなと思ってロフトとかでも見てたんですけれども、もうねなんと生産終了なんですよっていう風に文化さんが教えてくださって、なのであのせっかくなので白地図が見やすいバイブルサイズでちょっと購入してみました。 M5 以外はサイズがあるんですよっていうことも言われてましたね。最近ね使い方を再び模索しているヘルツの手帳に入れておきたいなと思ってます。ヘルツの手帳がね今なんて言うんでしょうね、ライフログというか嬉しかったこととか、あといろいろちょっと書きたいなっていうことを最近ザクザクヘルツの手帳にも書いてますね。なのでライフのリフィルの前に入れましょうかね。かっこいい。白地図がこんな感じで入って開くと、あ、すごい世界地図だ。いやなんかねとてもこんなたくさんの町じゃないや国は旅行できないんですけど、あ、で裏はこちら白紙ですね。なんか世界のことをこう学んだりとかした時に書けるようなリフィルがあってもいいかなと思ってたんで、こちらが東南アジア、オセアニアですね。しかもねすごく嬉しいのがこれね活版印刷なんですよね。世界地図の活版印刷ってどれだけ手間がかかってるんだろうと思うんですけど、ロマンがありますよねこれは。しかも Z
全部蛇腹になってる。アフリカ中東の方ですね。いや、すごい細かく綺麗な地図が描かれてる。なんか生産終了がね、もったいないような気もするんですけど。あ、でヨーロッパですね。いや、ヨーロッパも綺麗。行ってみたい国の名前とかね、全部書いておいたりとか。で、私は地理に滅法弱いもんで、これでね、ちょっと国の名前を書き込んで覚えたりとかしてもいいかなと思ったりしてます。すいません、リフィルがあと2つありました。これが、あ、北アメリカ広大ですね。こうやって見るとアメリカもあってね。いやいやいや、立派な地図だそう、もしね、この日本地図と世界地図欲しいなっていう方がいたら、早めにゲットされることをおすすめします。ロフトの方ではね、渋谷のロフトを見たんですけど、まだまだ在庫あったんですが、多分ね、もう在庫限りになるかもしれないなと思うんで、気になる方はぜひぜひ見に行かれてみてください。いや、すごいなということで、プロッターさんでものすごく気になっていたワールドマップですね、こちらのリフィルもお迎えしてきたのと、であとこちら、文化さんがすごく使いやすいんですよっていう風におすすめされていた英語サイズのリフィルですね。ガントチャートで、英語サイズの手帳を持ってないのになんで買ったんだいっていうことなんですが、英語サイズの手帳を年内にお迎えする予定です。で、ガントチャートっていうのをすごく使ってみたかったんで、ちょっとね、先走ってお迎えしてきました。スタイルノートブックさんというところで450円で販売されてますね。手帳のお迎えまだまだこれからなんですけど、ガントチャートだけ先に使い始めててもいいかなと思って。おお、一月になってる。で、こんな感じで何月タイトルっていうことで、進捗状況が一目でわかるよっていうリフィルですね。いや、使いやすそう。かなり枚数もたっぷり入ってて、一番最後はパーソナルメモですかね。で、こんな感じで使ってくださいねっていう風に、ダイエットやウォーキングの記録をグラフ、シフト表や SNS の更新回数などということで、うん、私も SNS 更新し忘れちゃったりするんで、仕事だったり YouTube の活動のことや、あとダイエットの記録も書けるスペースあったらね、書いていけたらなと思ってます。あ、グラフ作成もいいですね。ということで、初めての英語のガントチャートも一緒に購入してきたのと、で、あとこちらはミノコンと会った時に少し購入した文房具たちですね。まずこちらがずっと気になっていたローブキノート。私はウェザーマップというのを購入しました。山本志行さんのペーパーですね。山本志行さんのプロダクトのもので、このね、手触りを知りたかったんですよね。これは気持ちいい。いや、なんかツルツルサラサラした髪がすごく気持ちいい。で、こう天気図が、あ、反対だこう天気図が書かれていて、台風雲とか書かれてますね。面白い。さすがに天気図は読めないんですけど、ちょっとね、面白いなと思ってこれ購入させていただきました。中が綺麗な茶色で、あ、無地なんですね。すごく使いやすそうな無地のメモ帳で、気持ちいい。ほぼ日ビックスと使うとすると、気持ち大きいですかね。ほぼ日と使ってもいいかなと思ったんですけど、
まあでもちょっと大きいけれども全然許容範囲内ということで、一緒に使っていきたいかなと思ってます。で、あとこちらもずっと気になっていたマステの相棒ですね、安全ピン柄を購入しました。こんな形で、でもね、実はすでにちょっと使ってるんですけれども、これだ、気になる文房具を書いて、でここに付箋の上のところにちょっと安全ピンのスタンプを押してますね。こんな感じで、いや可愛らしいなと思って、安全ピンがね非常にいい味を出してくれていて、早速お気に入りになってます。で最後は筆記具なんですが、ずっと気になっていたペンテルさんのケリーという万年筆を購入しました。でこれ万年筆みたいに見えるんですけれども、こう後ろにサクッとはめてもらって、でカチッとはめたらノックするとね、シャープペンシルなんですよね。なのでものすごく珍しいキャップ付きのシャーペンですね。これね探してて、で近所の文具屋さんには全く見かけられなくてね、あの友達といったロフトで発見してお迎えしたんですけれども、もうこのルックスがたまらないなということで、時々ねこういう素敵な筆記具も欲しくなるなということで購入してきました。ちょっとね面白いですよね。こんな感じでちょっとね、せっかくなので書き味を試しておきたいかなと思います。はい、こんな感じで書いてみました。書き味としては普通の本当にポピュラーなシャープペンシルかなと思うんですけど、なんでしょうね、すごく持つ喜びがあるシャープペンシルだなと、まだね使い始めてちょっとなんですけど思ってて、なのでこれから絵を描いたりとかでたくさん使っていきたいなと思ってます。ということで本日は文化和さんやミノコンからいただいたお土産や、あと気になっていたリフィルたちですね、購入してきたものたちをちょっとご紹介しました。どこか参考になるような部分があれば私も嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でまた元気にお会いしましょう。つむじんでした。またねー。